ドジャースのデイブ・ロバーツ監督が、山本由伸が7回を投げ切ると渾身のガッツポーズを見せた。7回、1死から右腕が死球を与えると、ベンチで激しくない矢の守備位置を指示した。山本がラメイヒューを2ゴロ併殺打に仕留めると、ベンチで渾身のガッツポーズ。そしてベンチに戻ってくるとハグを交わした。好調なヤンキース打線に完璧な投球。山本自身相当気合入ってたのか、これまでの平均球速より3キロ近く速く、フォーシームはかなり良かった。やはり日本のエースはこの選手だよ。ヤンキース相手に7回無失点なんて素晴らしすぎる。ロバーツ監督かわいい。ロバーツ監督のデカガッツポーズと大ハグ良すぎ、全米に知らしめろ。良いハグしてくれたね。抱き合ってるところ山モーロがニコニコ笑顔で可愛かった。ハグに感動してしまった。ガッツポーズが泣ける素晴らしいピッチングやった。由伸とロバーツ監督とのハグ熱すぎる。ロバーツ監督の手振りはゲッツー狙いの守備位置の指示だったと思うけど、見事にハマったね。ゴロ打たせた由伸くんもお見事。直前に守備位置いじっといてよかったな、ロバーツ有能。